はい、どうも皆さんこんにちは。ファッション系 VTuber のサイオンジロイです。よろしくお願いします。イエーイ。本日も、ファッションチェックやっていこうと思うんですけれども、僕の以前からの、友達である VTuber の方のファッションチェックをしていきたいと思います。その方がですね、うさとくんというね、VTuber の方なんですけれども、VTuber としてね、活動しながらも、うさたくまという名前でですね、俳優としても活動している友達でございます。はい、ぜひ僕の方からファッションチェックやらせてくださいということでね、連絡していいよというふうに言っていただいたので、早速、登場していただきましょう。それがこちら、ドーン。はい、ということでですね、こちらがうさとくんなんですけれども、めちゃめちゃ可愛くないですか、これ。こう、僕のね、今までやってきたファッションチェックの中でも一番小物が多い VTuber さんかなというふうに思っています。今回もですね、アンケート、答えていただきました。まず一つ目がですね、今回の衣装のコンセプトを教えてください。そして二つ目に、お気に入りな部分を教えてください。そして3つ目なんですけれども、この衣装を一言で例えるならというところで、早速発表していきましょう。まず1つ目、衣装のコンセプトを教えてくださいというところが、ゆるっとダボっと可愛くもかっこよくも見えるようにしてもらいましたというところで、はい、こちらなんですけど、僕がね、ファッションチェックをねお願いした理由が、まず1つこれなんですよね。男らしさと可愛さのバランスがものすごくいいなと思いまして、うさとくんのスタイルを見ると男性なんですけれども、かなり、小柄な男性でして、このねスタイルを見ると着こなしによってはかっこいいアイテムも可愛く見せることができるので、すごくそういった部分がうまくてですね、今回やらせていただこうというふうになりました。例えばなんですけれども、ジャケットもねあえてオーバーサイズで着てると思うんですよ。デザインやね色は男らしいのに、シルエットがね丸くなって可愛さをね出せているのではないかなと思います。このシルエットが丸くなりっていう部分なんですけれども、うさとくんを一旦影にするとすごく分かりやすいと思います。ちょっとね丸っぽいシルエットになると思うんですけれども、そういうところで可愛さをね、出せる部分かなというふうに思ってまして、そこもね、ちょっと後々説明したいと思います。で、2つ目なんですけれども、お気に入りなポイントを教えてくださいというところで、手足の包帯や耳飾り、小物がお気に入りですと。特にね僕がいいなと思ったのは、こちらなんですけれども、この金魚鉢すごくいいなと、パッと見でね和を想像させることもできますし、これ金魚もね実際入っちゃってますし、これどうやって餌あげてるんだろう、ちょっと聞いてみますね。どうやって餌あげてるんだろう。洋服とね、こういった和の金魚鉢との組み合わせだったりとかの、このミックスがすごく上手だなというふうに思いました。そして3つ目、この衣装を一言で例えるならというところで、自分で言うのもなんやけど包帯中二病というところで、はい、怪我だけはね本当に気をつけてほしいところなんですけれども、こちらね写真を見ると分かりやすいんですが、これ手にもね包帯を巻かれていて、この包帯をねあえて巻いていることによって、どこか助けたくなるというか、ほっとけなくなるような、印象をつけているのも、可愛さとかっこよさのバランスをとっている要素の一つではないでしょうか。はい、そしてここからですね、僕の注目したポイントなんですけれども、まず1つ目が、自分のスタイルに合った洋服選びがめちゃめちゃうまいなというふうに思いました。はい、かっこよさと可愛さの両立を意識しているということで、まずかっこよさで言うと、この存在感のあるタンクトップですね。どちらかというとやっぱり女性というよりも男性らしさというのが出てると思います。あとはかっこよさで言うと、大きめのシルバーアクセサリーですね。はい、こちらね腰の部分についてるアクセサリーだったりとかも、このやっぱり、女性のものにはないような、存在感のある大きさでかっこよさっていうのも出しているのかなというふうに思います。で、これポイントとして、男性のものは角が多くて、女性のものは丸に近いものが多いのもファッションのシルエットの特徴なのではないかなというふうに思っています。可愛さであったりという部分が、猫耳であったりとか、あとはペットの猫ちゃん、先ほども言ったんですけれども、やっぱりあえてねオーバーサイズに着ているジャケットなんかでもやっぱり可愛さを出しているのではないかなというふうに思いました。数ある洋服の中でも、やっぱり低身長の人と高身長の人が似合いやすい衣装っていうのが当然あると思っていまして、低身長の方の特徴として、やっぱりね可愛さをね出しやすいアイテムも多いのではないかなと思いました。例えばね、うさとくんのコーディネートで言うと、低身長だからこそ可愛さを出せる短い丈のパンツだったり、あとは首のチョーカーですね、これがすごく可愛さを出しているのかなと
というふうに思っていまして、自分がどういう服が似合うかなっていうのを理解されている証拠なのではないかなと思いました。で、僕の気になったところ2つ目なんですけれども、これ逆に裸足なところっていうところで、裸足がね与える効果だったりも話していきたいんですけれども、裸足はやっぱり、生活感だったり自分の素を見せるような印象になるので、距離感がですねすごく近く感じさせることができると思います。例えばですね、この相手に親近感を与えたい場合に、すごく有効だと思うので、こちらもやっぱり可愛さっていう部分でグッドだなというふうに思いました。裸足によってこうどこかほっとけないような印象を与えているのも男性キャラで、可愛さを出せている理由なのかなと思いました。まとめさせていただくと、可愛さとかっこよさをアイテムだけではなくて着こなしなどでも出しているところが本当に素晴らしいなと思いました。和を感じさせるアクセサリーなどもあって、遊び心がねすごくコーディネート全体にあって、見ててね楽しい衣装だなというふうに思いました。いかがでしたでしょうか。ぜひいいなと思ったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。というわけで以上、ファッション系 VTuber 西園寺ロイでした。ありがとうございました。バイバーイ。